こんにちは。私、アナログライティングというブランドのデザイナーをやらせていただいてます。山本たけしと申します。このチャンネルでは、あなたの毎日が絶対に楽しくなっちゃう新時代を楽しく過ごすためのファッション、これについてお伝えしていきます。今、時代が変わりました。全てが変わりましたね。世の中がどんどん変化しています。不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。これから先、私はどうなっちゃうんだろうとか、何かしたいけど何をすればいいのかわからない、そんな方も多いと思います。大丈夫です。これ日本中みんなが悩んでます。私も不安があります。そんな皆さんへお届けしたいのがこれ、新しい洋服との付き合い方、これがね今ね有効なんです。いやいや、リモートで人と会わないですし洋服なんか必要ないでしょうという人もいますが、これ実は逆なんです。時代が変わり毎日の暮らしが変わりました。今までのファッションだと確かにそう言えるかもしれません。ですが他のものが変わったのに洋服だけは変わらないわけないんですね。そしてこの新しい洋服との関係は知らないと人生損します。特に大人の女性なら知っておいた方が絶対いいです。私おしゃれじゃないかよくわからないそういうこととか、どうせおしゃれ上級者の話でしょとか、そう思う方もいらっしゃいますね。はい、大丈夫です。これどっちかというとファッション初心者向け。しかも私これ7年間ね研究し続けています。さらにこの第1回を上げるために2ヶ月毎日録画しています。毎日はちょっと大げさか。はい、で少しずつこう改良してきました。ですから新しい時代のファッションについては誰よりも分かっている自信があります。おばあちゃんでも分かるように優しくお話しします。そもそもね私おしゃれに興味ないからなって。大丈夫です。そういう方も大丈夫です。ファッションに興味すらなくても楽しめます。なぜかというと、あなたの毎日をもっともっと楽しくするそういうコツを扱うからです。なのでこの新しいファッション、もはやファッションを超えています。簡単でおしゃれになって毎日がもっともっと楽しくなる、そんなコツ知りたくないですか。おばあちゃんでも分かるように話します。ですので周りのおばあちゃんにもぜひ見せてあげてください。今日は初めてなのでプロローグ、こちらを話します。これ聞くだけでもね価値あります。最後に洋服、こちらこれですね、ここに、はい、洋服もお見せします。でスタイリングも軽くお話しします。はい、それでは第1回ファシニカ行ってみましょう。最後までお付き合いください。あと思いましたが、まずねこいつ誰だという方も多いと思いますので簡単に自己紹介させてください。先ほども言いましたが私アナログライティングという洋服のブランドを20年やらせていただいてます。20年ですね。アナログライティング、はい、せーの、アナログライティングと、はい、今日は名前だけでも覚えていってください。他にはね目黒マルシェ、地域カステラ祭り、これもやってますね。目黒マルシェ、はい、やってます。今年はちょっとコロナでやってません。はい、それとねマスクブランド、これも始めました。マスクに今日やマスクしてないですけど、マスクにこういうちょっと、ね、カラフルなこういう気分が上がるようなマスク、見えますか、光るかな、こんな感じでやってます。宣伝ばかりですみません。はい、そして新しい活動はこれ、新時代のファッションを広めること。他のものが変わるんだからファッションだってね変わりますと。はい、時代に置いてかれるわけにはいきません。はい、そういうわけで、はい、では行ってみましょう。まずねこれ新しいファッションって何っていうところなんですが、これ結論から言っちゃいます。結論から言うとこちらでございます。自分の気持ちを上げる服。はい、リズミカルに言いますね。これリズミカルに言うと自分の気分を上げる服と、はい、せーの、自分の気分を上げる服。はい、今日はねこれだけでも覚えていてください。それってどういう服って思いますよね。はい、なぜ自分の気分を上げる服が時代に、この新時代にいいのか。はい、これね順を追ってね理由を話していきます。これ1、まずね今なぜみんな不安なのか。今までは国や大企業が強かったので守ってくれました。安心を作ってくれました。終身雇用、年金、定期貯金などがそうですね、それに当たります。ですがね、頼りなくなったので不安なんです。そして2、じゃあ今はどんな時代か、
ね、これ会社という集団からね、リモート、家でね、カチカチしてる個人の時代に変わりましたね。はい、個人で時代、稼ぐ時代と言われています。インスタグラマーも YouTuber も個人ですよね。あとタレントさんとかも、大手ゲーム事務所というね、こういう集団を辞めちゃって個人で YouTuber 始める方も多いです。はい、ここまでまとめますと、今までは集団の時代、今はもう個人の時代、はい、大企業や国はもう守ってくれません、頼りにならない。じゃあ誰が守ってくれるのか。はい、これからの時代に、ね、何が起こるか誰も予想できません。確かなものはないんです。で、個人の時代なので何かに頼っている以上は不安は、ね、なくなりません。そこでです、そこでですよ、そこでさっきの思い出してください。はい、行きましょう。せーの、自分の気分を上げる服と。はい、これね、自分の気持ちを上げることで生み出されるのは幸せホルモン。はい、頭の不安がなくなります。これドーパミンですね。はい、洋服好きな人ならこれ分かると思いますが、洋服には、ね、気分を、ね、パッと明るくするそういうパワーがあります。このことはね、メンタリストの DAIGO さんがね、 YouTube でもね、これ言ってるので、ここでは言いません。興味がある方はあのね、下のね、文章に貼っときますので、これ見てみてください。まとめますと、今までは大きな集団に入っていれば安心と、これからは個人を伸ばしていく、はい、不安をなくしていく、そういう時代だと。そこまで分かりましたでしょうか。はい、ではね、洋服、はい、実際の洋服行ってみましょうか、見てみましょうか。はい、自分の気分を上げる服登場してもらいましょう。はい、ドンと、はい、こんな感じですね。はい、これちょっとこれがあと見にくいかな、これにしようか。はい、これね、今回登場するのはこちら、ここら見ないですよ、ビタミン服ですね。ビタミン服、スカートですね、テント型のスカートって呼んでます。これテント型、テント型のスカート、はい、ビタミン服と呼んでます。コロナで自粛ムードの時ありましたね、不安を煽るニュース、ピリピリしたの、ね、人々、少しでもそんな空気を和らげる薬を作れないかと、はい、そこでビタミンカラーの洋服を作りました。フルーツの栄養って、みずみずしいこう見た目自体にもこうあるんじゃないかと。で、そのみずみずしいカラーを身につけることで元気になりましょうという提案です。はい、ビタミンは食べて体に栄養ですが、ビタミン服は身につけて心、気持ちに栄養を与えます。食べ物は消化されちゃいますが、洋服はね、こう家にいるまでね、家に帰るまでこうずっと自分の周りにいて色を見せて元気をつけてくれますね。はい、もちろん食べることは大切です。でもこうして関わると、こういう関わり方をすると洋服も、大切じゃないですか。はい、そういう提案です。ビタミン服、こんなカラー着たら私みんなに笑われちゃうと、はい、そう思った人いませんか。はい、よくわかります。みんなにどう思われるかというのは、あの周りや集団にどう思われるか、これね、今までは先ほど言いました意味はありました、集団でいることは大切だったので。ですが個人の時代にはもうね、あまり意味ないです。そうは言ってもいきなりね、いきなりもう変えられないですよね。はい、なのでこのカラーの着こなし方というのを今日はちょっとお伝えできればと思います。これスタイリング関してはね、ブログとかね、インスタにも書いてますが、今日はねちょっとだけお話しします。ビタミンカラーはね、まずね、これ1着では完成しません。1着ではなかなか完成しません。これ何かと合わせることで決まります。これね、何を合わせるのか、これ2つのスタイリングポイント、これをねお伝えします。たった2つだけ。まずね、初心者さんにはね、これ、これだ。ファッションの主役は1つ、これ見えますか、杉山律子さん。はい、こちら書いてありますね。ファッションの主役は一つと。はい、これね、初心者さんはね、絶対ね気にしてください。主役を3つ4つ入れるともう大変なことになっちゃいます。ガチャガチャしちゃって。はい、ここでの主役はこれ何ですか。はい、これはもう完全に色ですね。色が主役です。はい、なので他の要素は最高の脇役で固めてください。脇役だからってね、適当というわけじゃないですよ。最高の脇役、はい、固めてください。で、コーディネートするこのアイテムの、まずね、こういうデザイン、こちらはね、はい、シンプルに、はい、まずこれ一つ、コーディネートするアイテムデザインをこれシンプルに、まあ、こういうね、T シャツとかね、
ノースリーブ、あ、ノースリーブティー、これみんなね、あの言ってパッと頭に思い浮かぶような誰もが知ってるそういう形ですね。はい、ノースリーブティーとかノースリーブシャツとか、はい、あとで、ね、靴とかバッグ、これもねスッキリさせてください。合わせますと、まあこういうものに対してこういうものを合わせていくと、ね、こういうふうに合わせていくと、はい、すみません、こんな合わせで。あとは、例えばこういうのもいいかな、これに対してこういう色も、こういうの合わせるとちょっとこうシックになりますね。はい、こんな感じです。次にね、これ合わせる色、コーディネートするアイテムの色、これはね、ニュートラルカラーをおすすめします。ニュートラルカラーとは、白、黒、紺、あとベージュなどですかね。はい、皆さんすでに持ってそうですよね、こういうもの。色については、他にもまあありまして、例えばワントーンカラー、ワントーンね、こう一色でこう決めていくと、一色にこう絞る、これもどんどんシンプルにする方法ですね。はい、ちょっとワンピースみたいになりますね。あとは、グラデーションカラー、グラデーションっていうのは同系色ですね。同系色、今ちょっと私こうやってる、まあ、こういうのにこういうの合わせてくるみたいな、こう合わせてくるみたいなね、グラデーション、これも綺麗です。はい、ですが、まあここまではね、あの普通のスタイリング、今日はね、これちょっと話しません、これ以上は。はい、で、ですがここはファッションか、新時代のファッションなので、もう一歩だけ進みます。今日はね、ちょっとね、入り口だけこれ話します。ですね、これね、何かというと白かけるカラーの魅力、これについて。白はね、これレフ板効果と言ってます、私言ってます。白、白、レフ板効果と言ってます。はい、これね、輝いてね、反射してこう引き当てる、そういうね効果があります。しかもこれカラーの色を良くするのもあるんですが、カラーも白を引き立てます。両方をね、お互いの関係、お互い引き立てる関係、これがね最高のコーディネートです。はい、その時の、ね、白、これはね真っ白がおすすめです。真っ白をおすすめします。オフホワイトとかアイボリーではないですね、真っ白、これだと、はい、引き立てますね、これ。はい、はい、さっきね、持ってそうな服と言いましたが、ヨレヨレとかね、若干黄ばみ、これはね、若い方以外はね、これちょっと危険です。はい、真っ白でお願いします。はい、そうするとですよ、これ、はい、あなたがおしゃれに見えるのはもちろんなんですが、これいつもよりもね、あなたがね、輝いて新しく見えます。大げさに言うと光を放っているように見えるんです。はい、自分がよく見えることで周り、集団からよく見られる、これね、もう古いですね、ここはファシニカ。はい、そんなね、小さな成果に終わらせるのももったいないです。これ、ね、自分の外、集団からの目ではなく自分の中、はい、気持ちを高めていく、自分自身のね、気持ちを高めていく。はい、自分で自分にこう丸、あれ私 OK、ね、今日の自分ちょっと好きかもっていうね、これを毎日のファッションで作っていきましょうという提案です。先ほどね、もはやファッションを超えていく、いくと言いましたが、はい、そういうことですね、これ自己効力感自己効力感ということです。ごめんなさい、言えてない。はい、輝いている自分ってこう自分気持ち上がりませんか。そんな時は、自分の魅力とつながっています。つまり気持ちが上がっている時は自分は魅力的、はい、魅力的だと言えます。なのであなたの魅力、これはね、誰にでもあります。そこで引き出していくのが、ここでお伝えしていく新時代のファッションです。新時代のファッションがあなたの魅力を引き出します。ぜひね、あなたのクローゼットにある自分の気分を上げる服、これがね、あるかね、ちょっと見てみてください。はい、以上です。いかがだったでしょうか。これからね、こういう自分の気分を上げる服、これね、一つずつ紹介していきます。今日は本当にざーっとね話したので、ピンときてない方も、多くいらっしゃると思います。大丈夫です。新時代のファッションとの付き合い方、これもっともっと、楽
しいことがねまだまだあります。これからはね、じっくりとお話しさせていただきます。反響があればこう YouTube これ続けていくので、いいねボタンと、はい、あとチャンネル登録、あと応援してるこの小文字だけでもいいのでコメントください。はい、今日は最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。こんな時代ですからね、上げていくのは集団からの評価ではなく自分の気持ちです。最後にもう一度、せーの、自分の気分を上げる服、はい、おしゃれして気持ちを上げていきましょう。はい、また見てください。じゃあ行ってらっしゃい。バイバーイ。